こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、恐怖ランク B プラスまとめ16、お送りいたします。では、早速。どうぞ。去年のこと、高知県の赤岡という町に行った。北京祭りという祭りを一度この目で見てみたかったというのが第一の理由。北京祭りというのは、祭りの夜にろうそくの火で北京の描いたのを見て回れるという祭り。第二の理由というのは、まあを描いた住人なだけにオカルト的なことが好きな自身を満足させるようなことがあるということ。率直な話、自分は差別というのは好きではない。ただ部落の話は好きなのだ。部落の話といっても、そこにある昔からの伝承や、昔から守られてきた風習の、謎とも言うべきものの知識を得ることが快感だったのかもしれない。そもそも日本には色々な風習があるが、不思議と狭い社会で作られたディープな話ほど興味をそそるというもの。それに触れるのは部落関連の話というのが、自分なりの安易な回答だったのだ。赤岡の町には部落があり、何か祭り立てている。こんな話を聞いたのがことの発端だった。その土地の神聖な存在というのは概ね地元の神社、寺などを巡るとわかるのだ。例えば神社に行き、神主さんに郷土史について調べているといえば、少なからず話してくれる神主さんもいる。埼玉に住んでいた自分には、ただ単純にそういった興味を満たすためだけに、その遠い土地を訪れるのは少々の抵抗もあったのだが、赤岡ということで北京を一度見てみたいと兼ねてからの思いも後押しして、結局行くことにした。赤岡という町は現在では高知市のすぐそばにあり、空港からもさほど遠いわけではない。埼玉でもかなり東京よりで割と発展した場所に住んでいた自分からすれば、という話になるが、そんな場所にもかかわらず随分と寂れた町だったのを、今も不気味ながらに鮮明に覚えている。到着してから初めに向かったのは神社。その神社は星神社といい、なんとも変わった名前だし行ってみたいという好奇心もそそられた。知ってる人も多いと思うが、星と信仰というのはものすごく濃い関係を持っており、それは日本にとどまらない。そんなことを考えながら到着した。何の変哲もない普通の神社だった。それから自分の好奇心を満たすため、結局宿の近くで散策しようと向かった。そこから車で随分といったところに、森という名の場所が何箇所も地図上にあり、なおかつ面白い名前だなと思いつつ、その森の方へと足を向けた。長者が森、平家が森、三つ字森、である。詳しい人は知ってると思うが、三つ字という名字がある。その名前は非常に珍しいこともあるが、昔はとてつもなく位の高い名字だった。時の左大臣や右大臣もいた。果ては天皇家と言ってもいいほどの家だ。しかしある時反乱に加担し、島流しや地方送りになったのである。その名に加えて平家と来たらもう大好きな次元の話になってくる。そこにはもう一つの森があり、清水の名前がつくのだが、長者と清水には深いつながりも伺えると思う。三つ字、平家、長者、清水、加えて熊王、秋葉優がどうと来たらもう大変である。僕は今でも四国の詳しい郷土史は知らないし、そこに実際に平家や三つ字が流れたかもわからない。もともと歴史には明るくないので、申し訳ない。そういった妄想も膨らみつつ、宿の方へと向かった。まずはじめにしたのは聞き込み。平家三つ字熊王など、いろいろなことを古い日本家屋へ行っては聞き込んだ。大体の老人の話では、天皇家の血筋だとか平家の偉い人だかが四国に流れてきた。ということ。最後と言うべきか、むしろ満たされた自分の好奇心が最後にしたのか、ともかく最後に訪れた家の方はこう話した。方言の再現は不可能です。好きな人もおるんじゃのう。勉強のためだしいいかもしれませんね。私も昔の年寄りに聞いた話だけしか言えんけどいいか？そんなことを言われてダメですなどとは当然言えるわけもなく、お願いしますと丁寧に頭を下げた。G は語る。昔平家の落ち武者がある日猫を連れて落ちてきた。自分が言うにはとても偉いんだということ。何でも猫を使ってある儀式がしたいと言い出した。不老不死じゃな。G はそういう変な言い方するなとバーに言って、舌打ちをしながらこちらに向き直した。続いて G。山やら森の名前でわかるかもしれんが、昔は随分とそういうことが実験に近い形で行われてた。わしのじじいの代でもそういうことがあったと聞いておる。
しかもその時使われていたのは人間、今では差別になるんだが、わかりやすく言えば部落じゃな。そういう土地柄を利用しつつやっていたと聞いておる。僕は聞き返す。人体実験のようなものですか？昔はそういうこともあったという話だ。あんた間引きやウバステというのを知っとるか？静かにうなずく自分の内心は、うろろろ、きた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 ー、という感じだった。そういう対象の人間が使われたんだな。しかし今でも猫に関しては神聖視する社会もある。あんた今日は駅員に行くのかね？僕はただ単純にうなずく作業を2、3度繰り返した。あの辺りには一部だが、いわゆるブラックっつうもんがある。猫だけは決して殺してはいかんぞ。もし間違って何かの拍子に殺してしまったら、何も言わずにすぐ逃げなさい。今でも何かという噂はない社会だから。年寄りの間でだけだがな。わしが話せるのはこのぐらいかの。とその話を締めた。僕はそのおじいさんとおばあさんに深々と頭を下げてお礼を言いつつ、東京土産ですと東京バナナを渡して赤岡に向かった。向かう途中に考えた。実はあのじいさんは肝心の儀式については何も話してくれなかった。方言だからかもしれないが、最後に。わしが話せるのはこのぐらい。と言った。それ以上は話せなかったのだろうか？妄想が大好きな僕は監視なんかがあり話せないとか、近所の人に後で色々と言われるのが怖くてそこで止めたなど、色々考えながら赤岡に向かった。当然あんな話をされた後なので、赤岡での聞き込みはとてもじゃないができず、おとなしく予約した宿に車を走らせた。その夜、駅員は静かな祭りで、みんながたまに見れる駅員を楽しみにしていたという表情がうっすらとろうそくの火で灯され、みんなが楽しんでいる様を、まるで第三者のように見つめながら絵を楽しんだ。祭りは終わり次の朝には宿を出た。宿を出る時にはおかみさんが外まで見送ってくれた。二三定型文とも取れる会話をしつつ一路空港まで向かうことにした。空港に向かう途中の話、旅館から出てまだ10分程度の場所。広場のような場所で車を止めて、道路の反対側にある自動販売機で地図を確認していた。要は道に迷ってコーヒーを飲んでいたのである。そのあたりは細かい道がとても多く、空港方面に出る道路に出るためには少々遠回りをしなくてはいけなかった。自動販売機の裏に森に向かってるベンチに腰掛け、コーヒーを飲みながら地図と格闘していると、ふとキキーという車の緊急停車といった感じの音が聞こえてきた。何事かと思い自動販売機から覗いてみると、10人近い男がごちゃごちゃ話している。儀式をしないといけないとか、犯人を捕まえる以外に方法がないとか、多分地域の住人だと思う。田舎のジジイを連想させるようなランニングと桃引きのおっちゃんもいた。嫌なことに僕が借りたレンタカーを入念にチェックしている。血がついとらん。アホ、血なんぞでとらんわ。へこみもないようだぞ。この車じゃないのかもしれん。もう僕は怖くなって仕方がなかった。ここで出て行ってあらぬ疑いをかけられるのは嫌だ。しかし出て行かなくて見つけられたら多分おしまいだろうと思った。結局僕は出て行くことにした。すいません、なんか車にありましたか？僕が借りたレンタカーなんですが。すると一人の男が前に出てこう言う。あんた猫引いたか？というか何してんだ、こんなとこで。僕は事実引いてないので、いいえ。迷って地図を確認してただけですよ。自動販売機の裏のベンチで、と答えて笑顔を作る。すると他の男が言う。こいつはよそもんだし関係ない。もしこいつでも仕方のないこっちゃ。他の男が言う。そうだな。何やら不穏な空気を感じつつ空港方面へ出る道を聞いた。この辺りは入り組んでたり直線というわけにはいかんからそっちの大通り行け。結局この場は逃げられるようである。そして最後に他のジジイ、多分一番年上が寄ってくる。何も聞いてないな。な。何度同じ一文字を聞き続けただろう。返事をしようとしても制され、同じその一文字を繰り返す。そして無言になったかと思えば、全員が無言でこっちをじっと見つめている。目が冷たい。初めて心の底からそう思った。不気味に笑顔になっている人もいた。当然目は笑っていない。僕は仕方なく、はい、と返事をしてその場を立ち去った。
あの土地で猫がどういう存在なのか、また差別的に言うとその部落ではどういう儀式があったのか、いろいろ果てぬ疑問は残りつつも今に至る。誰か詳しい人がいたら教えてください。怖くないかもしれませんが、僕にとっては本当に恐怖体験でした。いとこのお姉さんから聞いた話。お姉さんには二つ離れた弟がいた。その弟が幼い頃、母のお腹にすがって不思議なことを言った。お母さんのお腹の中に妹がいる。どうせ子供の嘘だろう、そう思っているとしばらくして母の妊娠がわかった。みんな弟の言葉を思い出したが、偶然だろうと言った。それからお腹の中の子もすくすく育ち、性別が女の子だとわかった。これには皆息を呑んだが、気にしないことにした。出産間近の時、弟はまたもや不思議なことを言った。妹が生まれたら一番にお母さんのこと呼ぶって。前のこともあって少し気になったが、外れるだろうと考えた。妹が生まれ、言葉を喋るようになった頃、妹が言った。ママ。両親びっくり。嬉しさより弟の言うことが当たった驚きの方が大きかったらしい。いとこの姉は弟になぜそんなことを言えるのか尋ねた。コウタが教えてくれる。コウタというのは弟が大切に飼っていたカエルのことだった。弟は欲しかった妹が生まれるとコウタから聞いて、妹をずっと守りたい、というとコウタからこのように言い当てられる能力のようなものをもらったという。だがいとこの姉から見たら、コウタは普通のカエルだったので信じなかったらしい。その後も弟は、誕生日にこれをプレゼントしたら喜ぶとか、ランドセルはこの色だったら妹も喜ぶし安全に過ごせる、この日に風邪をひいてしまうだとか、妹についていろいろなことを言い当てた。そして妹が4年生になった。その日は妹が遠足で、弟はしつこく青い靴を履いていくなと言った。その青い靴は妹が遠足に履いていくはずの新品で、妹はこれを気に求めず青い靴を履いて遠足に行った。弟はえらく焦っていた。妹がどこかに行っちゃう。そう言って学校に行こうとせずに家で小学校からの電話を待った。すると、昼過ぎ、学校から電話があった。妹の行方がわからなくなったという。大勢で探し回ったが、遠足先が山の木々が生い茂るところだったので、寒くもなってきたし差し込む光も少なくなった。大人たちが焦っていた時、母が苦い顔で家で待機させられていたいとこの姉と弟のところに来た。弟、妹の場所わかる？母は今まで弟が妹のことについて言い当てたのを信じ、そう弟に尋ねた。すると弟は案内された遠足先に着くと、一人でずんずんと進んでいく。大人たち数名がついていくと、弟はピタリと止まってつぶやいた。雨が降る。弟が走り出し、大人たちもそれについていく。しばらくすると雨が降り始め、風も強くなってきた。大人たちが焦っている中、弟があるところで立ち止まってそこで妹の名前を何回か呼んだ。お兄ちゃん。すると、泥にまみれた妹が草原から出てきて弟に抱きついた。その時弟は言った。だから青い靴を履いていくなって言ったろ。そして妹も強く抱きしめた。そして妹が見つかったものの、姉は嫌なことが頭をよぎった。弟が妹に関係がないことも予言し始めてる。それがとても怖くて弟に大丈夫なのかと聞いたが、弟は笑顔で大丈夫だと答えたらしい。そして妹が中学校に上がってから、弟は時々人を見ると怯えるようになった。あの人が事故で死ぬ。あの人が自殺する。と人を見るたびつぶやくようになったらしい。そして弟はほとんどの人と目を合わせなくなったという。そして弟は正気のないような顔で外から帰ってくるようになった。父も母も心配した。弟が言う死ぬ人たちは必ずそのようにして死んだ。そして心配した妹が弟に話しかけた。お兄ちゃん大丈夫？妹が弟の顔を覗き込む。そして弟はその妹の顔をまじまじと見て、笑った。大丈夫だよ。心配かけてごめんな。その時の空笑いのような笑顔を、いとこの姉はよく覚えているらしい。そしてその週の末、弟は死んだ。自殺だった。悲しみに打ちひしがれながら姉は弟の部屋の遺品整理を頼まれた。弟が死んだ後、
とても遺品を整理する気にはなれなかったが、仕方なく整理し始めた。時々出てくる思い出の品に、涙をこぼしながら弟がずっと買っているコータをどうしようかと思った。水槽の前で悩んでいると、水槽と本棚の間に何か挟まっているのを見つけた。かなり使われた様子のスケッチブックだった。こんなの弟が持っていただろうか、そう考えてスケッチブックを開く。そしていとこの姉は泣き晴らした目を大きく見開いた。そこには、妹の盗撮写真がぎっしり貼られていた。ところどころに書かれているのは間違いなく弟の文字。その文字は明らかに興奮していた。そして最後のページに小さく書かれていた。拝啓お姉ちゃんへ。こんな僕になってしまって、ごめんなさい。僕は妹を守りすぎた。だからここまでになった。コータを池から拾った日、コータは僕を見てうまそうだと言った。そしてコータからずっと欲しかった妹ができることを知った。守りたいと思った。コータは僕の理性を取る代わりに予知の能力を与えると言った。幼い僕は理性なんて言葉も予知の能力っていう言葉も知らなかったから、妹を守れるならと能力をもらった。妹が小学校4年生の遠足の日、妹のこと以外も予知できるようになってしまった。日本で起きる大災害、外国の殺人、そして、一番恐れる、人の死。知りたくないことまでも僕の頭に入ってくる。そして奪われるのは理性。苦しかった。そしてある日、妹が僕に心配して話しかけた時、僕は見てしまった。妹の、最後。それは理性がなくなり、妹を殺す、僕の姿でもあった。お姉ちゃん、僕の死は間違いなんかじゃない。僕は妹を守りたかった。最後まで守れたさ。今お姉ちゃんは僕の遺品を整理しているところだろう。なら、今すぐそこから離れて。次コータに狙われるのは、お姉ちゃんだ。そしていとこの姉はコータを近くの池に捨てた。絶対に目を合わせずに。すみません。〇〇〇H 隊員ですが。人捨てに聞いたあるタクシー運転手山中の体験談。深夜、酔っ払った客を駅まで送る。料金を受け取り千鳥足気味の客を見送った。今日はこれで上がるか。山中が帰路に着こうと思った矢先、不意に人の気配を感じて視線を横に向けた。するとそこに50代くらいの中年男性が立っていた。すみません、〇〇〇まで行きたいのですが。男が発した場所は自殺の名所。こんな夜中に、と山中は時計に視線を落とし断ろうと思った。しかし、その日は売り上げも芳しくなかったこともあってつい引き受けてしまった。男は、ふぅ。と大きく息をついて深々と後部座席に腰をかける。男は疲れているのかうつむきがちにカバンを抱えていた。山中は普段あまりルームミラーを見ないようにしている。お客と目が合い気まずくなるのを避けるためだ。しかし、今日この時間に限ってはその男が気になって仕方なかった。こんな時間に自殺の名所に向かおうとするくらいだ。きっと相当の訳ありなんだろう。山中は話しかけるべきか否かで迷っていた。そんな山中の視線をミラー越しに感じたのか、まず男が口を開いた。こんな時間にすみませんね。家仕事ですから、お気になさらずに。〇〇〇はここからどれくらいでしょうか？この時間だと車が少ないから30分もあれば着きますよ。そうですか。男は窓の外を眺めながらぽつりとつぶやいた。こんな時間に〇〇〇に何か用事でも？山中は聞くかどうか葛藤を続けた挙句、本題に切り込んだ。男は表情を変えることも視線を変えることなく無言のまま。山中はしまったと思い。申し訳ありません。余計なことを聞いてしまいました。と謝罪をした。車内ではしばらく沈黙が続いた。そして男は深いため息をついた後に口を開いた。実は先月、娘が自殺しましてね。その場所が〇〇〇だったんですよ。男の唐突な一言に言葉を失った山中に対し、男は続けざまに話し始めた。とてもいい子だったんです。勉強もできて運動もできて、高校大学といいところに進んで大きな会社にも勤めたんですよ。でもそんなことどうでもいいくらいに素直で優しい子でした。
私は早くに妻に先立たれたのですが、それだけに娘は私の全てでした。でもね、やっぱり男親はダメですね。娘のことを何一つ分かってやれなかった。男は絞り出すような声で語った。山中はそれに対して相槌一つ打つことができなかった。ああ、この男は〇〇〇でこの後娘の後を追うために自殺するのだろう。それが分かっているから山中は無言を貫いた。それと同時に興味本位で聞いたことをひどく後悔した。〇〇〇まであと10分程度というところ、交差点で赤信号に捕まった。山中はここで一度冷静になり引き返すべきか否か迷った。自分が運ぶこの男は間違いなく自殺する。それを手助けしているような罪悪感に襲われ、ハンドルを握る手が汗でびっしょり濡れたのが分かった。戻りませんか？山中は男に今一度踏みとどまってもらおうと心に決めた。それを見透かしたのかどうかは分からない、男は。あとどれくらいで着きますか？と振り返った山中の言葉を遮るかのように質問してきた。男と目が合った。死の決意を強く感じさせる目だった。何を言ってもこの男は自殺をやめないだろう。山中は出かかった言葉を飲み込み。あと10分程度です。とだけ返した。それから無言のまま車は進み、〇〇〇へとたどり着いた。山中は、4000円です。と料金を告げると男は1万円を差し出した。お釣りは結構です。こんな時間にどうもすみませんでした。男は深々と頭を下げて下車した。暗闇をまっすぐ歩き崖に向かっていく。崖に打ちつける波音と風音がやけに寂しく感じた。それからしばらく経ったが、〇〇〇で死体が上がったという話は聞かなかった。〇〇〇は海に面した岩壁であるが、飛び込むとなかなか死体が上がらない形状になっている。そのため、自殺があったとしても判明しないことが多いという。山中はタクシー仲間に例の男の話をしたが、墓参りしただけじゃないか？気にすることはない。といった言葉をかけられた。山中自身も、あれは自殺したんじゃないと自分に言い聞かせるように仕事を続けた。それから1ヶ月ほど経ったある日の夜中、最後の客を乗せて駅に降ろすと、若い女性客が、〇〇〇へお願いできますか？と呼び止めてきた。山中は、今日は終わりなんです。と答えたが、どうしても行きたいと懇願してきた。女性のあまりにしつこいお願いに根負けした山中は乗車させてしまった。走行中、1ヶ月前に同じような状況で、〇〇〇へ向かう男性を乗せた状況を思い出していた。あの男は自殺したかどうか定かではない。しかしこの女性は自殺するかもしれない。そんな不安に山中は口を開いた。〇〇〇って自殺の名所なんですよ。ご存知ですか？山中の問いかけに女性は口を閉ざしたまま。女性が返答しないことに対し山中は言葉を続ける。こんな時間に行くってことはお嬢さん、あなたもしかして自殺でもするおつもりですか？違っていたら申し訳ない。でも自殺なんかやめた方がいい。自殺するあなたはいいかもしれないが、残された人はずっと苦しみ悲しみ続けることになるんですよ。一ヶ月前に男を乗せて大変後悔したことも付け加えて女性を説得した。山中の説得を受けてもなお女性は下を向いて押し黙っていた。山中がミラー越しに女性を見ると、女性はゆっくりと顔を上げてこう言った。私、お父さんに会いに行くんです。こんな時間に？はい。お父さん、一ヶ月前に〇〇〇に飛び込んだんです。その言葉の意味をすぐさま理解した山中は凍りついた。この女性はあの男の娘だと。あれ？待てよ。確かあの男、娘は〇〇〇で自殺したって言ってたはず。それじゃこの女性は。お父さん一人じゃ寂しいと思うから戻らないと。山中はミラーを見ることも振り向くこともできず、そのまま車を走らせた。〇〇〇までは30分程度だったが、とてつもなく長く感じた。目的地に到着し、恐る恐る振り返るとそこには誰もおらず、濡れた1万円が置いてあったそうだ。山中は言う。私は幽霊なんて信じていません。もちろん今でも半信半疑ですよ。でも、あの娘さんはそうだったのかなと思います。自分が父親を〇〇〇へ運んだっていう罪の意識は今でもあります。それでも私が乗せたことで、あの親子があの世で一緒になれたとしたら、
そう思うと少しだけ罪の意識が軽くなるんです。子供の頃に体験した不思議な話を投下させてもらいます。幼少の頃の記憶が元になっているので、あやふやなところもあるけど、そこはご勘弁を。長いのでいくつかに分けます。まず話は俺が小学校に上がる前の頃の話だから、多分5歳頃だと思う。俺はその頃中国地方の英知県に住んでいた。で、親父の仕事の都合で引っ越すことになったんだ。引っ越し先はいわゆる新興住宅タウン。都会で生まれ育った人にはピンとこないだろうけど、要するに山を一つ切り開いて造成して住宅タウンとして新しく街を作ろうってな感じのとこ。当時、英知県にはそういった新しくできる住宅タウンが非常に多かったらしい。英知県だけでなく、地方なら大体そうだろうけど。その住宅タウンは、山道を車で登っていくと突然周りが開けて、そこに町があるといった風情。なのでその町は山に囲まれるようになってたんだ。新しい家に引っ越してきて、でも基本的にはまだ田舎だから夜はものすごく暗い。オープンしてまだ間もないタウンなので人もそんなに多くはなかった。なので、親から俺はこんなことを言われた。暗くなるまで遊んでると、小鳥小僧に連れ去られて食べられるよ。と。まあ今にして思えば大人が子供に、早く帰ってこいって意味の脅しなわけだが、子供の俺にしてみれば小鳥の顔をして、でも胴体が小僧、そんな化け物がいるのかとすごく怖くて、どんなに外で楽しく遊んでいても夕方には必ず帰るようにしていたんだ。子供心は可愛いねー。で、うちの数軒隣には、もうかなり前からこの土地に住んでるっていう家の M 子という、俺と同じ歳の女の子がいた。すごく可愛い子で、まあ俺の初恋の子なわけだが、ともかくその子ともよく遊んでいた。周りには空き地が数多くあり、また建築途中の家もいっぱいあったので、俺たちはそういうところに忍び込んでは、秘密基地だと言いながら、人形が自分たちの子供という設定で夫婦ごっこをしてみたり、また M 子の部屋に入って漫画とか読んだりして遊んでいた。そんなこんなで小学校に入って、もちろん男の友達とかと随分とやんちゃな遊びもしたけど、M 子とも引き続き遊んだりもしていた。そうこうしてるうちに、ある日ふと気づいたんだな。あれ？ M 子って同じ年なのになんで小学校にいないんだろう？と。ただやっぱり子供なのか、そんな大事なことを、まあいっか、とあまり深くも考えなかった。ある日、小学校の遠足で、小学校の裏山の G 山というとこに登ることになった。G 山は子供の足で頂上まで1時間30分くらいだったと思う。頂上には社みたいなところがあって、でも木々が高く昼間でも薄暗くて、ちょっとおっかないところだった。で、列になって山道を登ってると、ふと気づくと横に M 子がいたんだ。あ、なんだ。M 子もやっぱり同じ小学校だったんだ。何組だろ？と思いながら、1学年で7クラスあったので、全員を知ってるわけでない、M 子と手をつないで一緒に登ることになった。ただ M 子はいつもと違ってちょっと暗い顔をしていて、言葉少なかったのを鮮明に覚えてる。どうにか頂上に着いて、お弁当タイムということで、M 子と一緒に食べようと M 子の姿を探したけど、見つからないんだな。それに女子と一緒にお弁当食べてると、友達にからかわれるような気もして、その日は結局、下山する時も M 子の姿は見えなかったんだ。で、その日以降、なぜか M 子の姿を見ることが少なくなった。いや、これははっきり覚えてないんだが、その G 山に遠足で登った日以降も、M 子と何回か遊んだ気もするし、それっきり M 子の姿を見てない気もする。その辺の記憶はもう定かではない。小学2年の終わりに俺は、またもや親父の都合で今度は東京に引っ越しすることになった。その頃にはもう M 子のことはあまり気にならず、別の女の子が好きだったので、引っ越しで出発する日も大して M 子のことは気にしてなかった。ここまでが子供の頃の話。長くてすまん。で、本題はここからだ。小学3年の春に東京に引っ越してきた俺はその後、ずっと東京にいて、英知県には全く帰ってなかった。今でも英知県にはばあちゃんや親戚は住んでるが、俺自身はあまり交流はない。で、数年前ににちゃんのこのスレを見つけて、まとめサイトを読んでると、まあまずは小鳥箱の話が目につく。読んでる時は何とも思わなかったけど、
数日後にタバコを吸いながら、そういえば小鳥箱って小鳥箱って書くんだよな。島根県って言うから、愛知県と近いよな。なんて思ってて、それでピンときたんだ。あれ？昔、親から脅された小鳥小僧って、俺が勝手にそう思ってただけじゃ。小鳥小僧。小鳥小僧ってことか？その瞬間背筋がゾクッとした。いや、まさかな。でも、島根と愛知県じゃ隣だし、当時俺が住んでいたところは、愛知県の外れの地方で島根との県境も近い。なんか関係あるのか？と思い、翌日親に電話で聞いてみた。小鳥小僧って小鳥小僧ってことか？それってどういう話なんだ？ああそうよ。あんたよく覚えてるねー。愛知方に伝わる話らしいよ。でも詳しいことは私も知らんわよ。と。結局その時は、小鳥小僧のことはよくわからないじまいだった。それから数ヶ月後、たまたま仕事で愛知県に行った俺は、二日ほど休みを取って、レンタカーで昔住んでいた住宅タウンに行ってみることにした。カーナビでなんとかたどり着いたその住宅タウンは、昔とほとんど変わらない。いや、むしろ地方経済不況の波でゴーストタウンっぽくなっていた。当時住んでいた家は、もちろん今は他人の家だが、外観自体はそのままで懐かしく、その家の前で車を降り、しばらく周りを散歩してみることにした。で、目に入ったのが M 子の家。M 子の家も当時と全く同じ外観だった。M 子はもう当然結婚してどっかに嫁いでいるだろうから、実家にはいないだろうけど、俺のことはまだ覚えているだろうか？そういえばお別れも何も言わずに引っ越してしまって悪いことをしたな、とそんなことを思いながら、M 子のお母さんがいれば話を聞けるかもしれないと思い、思い切って M 子の家の呼び鈴を鳴らしてみた。はーい。と出てきたのは M 子のお母さん。俺がなんて説明しようかと迷っていると、お母さんが。あら？もしかして、S ちゃん？と言ってくれた。まあ懐かしいわねー、大きくなって、上がっていきなさいよ。お茶でも飲んでいって。ということで、家の中に通してもらったんだ。でもまあどうしたの？突然に。いや、仕事でこっちの方に来たのでつい懐かしくなって。としばらくは俺の近況報告みたいなのになったんだが、話が一段落したところで切り出した。M 子ちゃんは今はどうしてるんですか？無言なまま5分くらい経っただろうか。下を向いたまま何も話そうとしない M 母。俺もちょっと何かまずいことを聞いたんだろうか。と、後悔し始めた頃にやっと M 母が語り出した。S ちゃんは、まだ小さかったから何もわからなかったのよね。で、すぐに東京に行ったから知らないままだったのね。俺はわけもわからずポカーンとしてると、M 母が全てを教えてくれた。以下は M 母の話だ。方言は標準語に直してるし、話はもっと長いんだが、ある程度要約もしてることを先に断っておく。また人権問題の微妙な話も含まれるのでそのあたりは割愛する。M 子がまだ1歳の頃の話よ。その頃はまだこのあたりはこんなに開けてなくてね。山の中の小さな村で。このあたりは今で言う童話っていうの？要は部落があったのよ。部落の話は S ちゃんもある程度は知ってるわよね。で、ある時、このあたりを開発するってことで県のお役人がやってきて、私たちと県のお役人で大喧嘩が始まったのよ。私たちとすればこの土地でこれからもずっとひっそりと暮らしていきたいのに、そんな新興住宅タウンを作るなんてとんでもないと。そこで、村の男たちが毎晩集まって相談をしていたのね。この地方にはね、小鳥小僧様っていう言い伝えがあって、生まれて2歳までの女の子を生贄として小鳥小僧様に差し出すと、ものすごい力で憎い相手を退けることができるって言い伝えがあったの。私たちももうここ何十年もそんなことはずっとしていなかったんだけど、村のおさが小鳥小僧様に生贄を差し出すって言い出してね、そしたら村の男たちもそれしかないってことになったのね。その時村には2歳までの女の子は M 子しかおらず、結局白羽の矢が M 子に立ったわけ。そりゃ私やお父さんは大反対したわ。でもね、結局、おさには逆らえず、泣く泣く M 子を生贄として小鳥小僧様に差し出したわ。裏にじい山ってあるでしょ。あの山の頂上に社があるんだけど、S ちゃんも行ったことあるでしょ？あの社には小鳥小僧様が祀られているの。おさが泣き叫ぶ M 子を私たちから奪って、じい山に連れて行ったわ。
でも結局、その後すぐに開発計画は決まって、この辺り一帯は大きく変わったわ。当然部落もその時に全て壊されてね。もともと住んでいた私らは、この土地に残るもの、県が用意した他の土地に越していくもの、いろいろだったわ。結局、小鳥小僧様なんてただの言い伝えだったのよ。S ちゃんたちがここに越してきたのは、町がオープンしてすぐの頃だったわよね。ここまで聞いて、俺はもうパニックだった。嘘でしょ？だって俺小さい頃、M 子ちゃんと遊んだりしてましたよ。この家にも何回か遊びに来てお母さんもいましたよね。と、上ずった声で必死に M 母に問いかけた。そしてまた M 母が語り出す。そうね。S ちゃんはよく M 子と遊んでくれてたわね。私はね、S ちゃんが近所で一人で遊んでる姿をよく見かけたわ。また一人で S ちゃんが家に上がってきて、M 子のためにと開けてあった部屋でずっと遊んでいたわね。私らにはね、M 子の姿は見えないんだけど、うちのお父さんと。S ちゃんには M 子のことが見えてるんだね。M 子も遊びたい盛りの年頃だ。S ちゃんには悪いが、しばらく付き合ってもらおう。って話してたの。そして、ある頃から S ちゃんがそうやって一人で遊んでる姿を見なくなったわ。これは後から聞いた話なんだけど、〇〇小学校の1年生って毎年、G 山に遠足で登るんですってね。S ちゃんも言ったんでしょ？これは私の推測なんだけど、S ちゃんが G 山の社に行ってくれたおかげで、多分 M 子も成仏したんだと思うわ。大きくなったら S ちゃんにはきちんと話そうと思っていたけど、すぐに東京に行ってしまったでしょ？お父さんも私もそのことだけが気がかりだったけど、強行して話せてよかったわ。M 子のお墓はバツバツの近くにあるの。もし時間があったらお墓参りしてくれると嬉しいわ。もう、俺は涙目。自分はずっと霊感なんてこれっぽっちもないと思っていた。いや、むしろ霊とかそんなものは絶対にいないと思っていた。一応、理系出身なので科学が全てだと思っていた。けど、もうこの話を聞いた時には涙が止まらず、ただ M 母の話をうなずいて聞き、そして M 子のお墓参りをして、東京に帰ってきた。最近になってようやく、このことの整理が自分の中でついてきて、このスレに書いてみようと思った。有名な小鳥箱と小鳥小僧に関連があるのかどうかは結局わからない。また、今でも M 母の話が本当のことかどうかは俺にもわからない。自分の記憶の中では M 子は確かに存在していた。遠足の途中で握っていた手のぬくもりはしっかりと覚えてる。そもそも、俺の初恋って、うちは田舎の農家で、母屋、蔵、便所に囲まれるみたいに庭がある。で、庭の隅の方に30センチくらいの高さの丸っこい石が置いてあって、正月に餅をあげたりする。父親はその石を、渦川さんと呼んでいた。小さい頃、秘密基地に使おうと思って手を出したら、軽トラの掃除してた母親がすっ飛んできて、ぶん殴られた覚えがある。触ってはいけないものらしい。その渦川さんの話。確か三が日が過ぎてすぐだったと思う。夜中、渦川さんの方から猫の声がした。ギヤギヤ泣いている。当時、同じ部屋で寝起きしていた俺と兄は顔を見合わせた。猫の季節ではない。餅かなぁ。餅じゃない。渦川さんにあげる餅は、大人の手のひらぐらいのサイズで、翌朝くらいには狸か犬か知らないけど、動物が食べたような跡が残っている。俺も兄も、きっと猫が渦川さんの餅を食いに来て、喧嘩でもしてるんだろうと思った。無視することに決めて、しばらくはバカ話をしたりしていた。でも、そのうち鳴き声はどんどん大きくなってきて、窓のすぐ外で泣いてるみたいになってきた。とうとう兄が立ち上がった。うるせえなぁ。おい、ケイ、一緒に来い。一人で行けいいじゃん。こういう時は一人で行かないもんなんだよ。というわけで、俺と兄は懐中電灯を持って庭へ出た。寒くて寒くて、パジャマの上にコート羽織って、ニットまでかぶったのを覚えている。兄も寒いなどと言いつつ、庭を突っ切って渦川さんの方へ歩いていった。あ、やっぱ猫じゃ。うお？猫ではなかった。そこにいたのは、裸の子供だった。渦川さんにべっとり張り付いて、ギヤギヤ泣いていた。兄と俺は即座に逃げ出した。後ろからギヤギヤいう声がする。
必死で走って玄関に飛び込むと、普段はかけない鍵をかけ、先を争って2階の自室に飛び込んだ。ドアを閉めて顔を見合わせて、俺たちは意味もなく肩を叩き合った。何あれ？何あれ？知らねえよ、何あれ？俺も兄も半泣きだった。とにかくその日は、兄のベッドに二人で潜り込んで、朝までガンガンにハードロックかけて震えていた。曲と曲の合間に、窓のすぐ外から、ギヤギヤいう声が聞こえた気がした。翌朝、結局一睡もできなかった俺たちは、母親が食事の用意を始める音を聞くと、食堂へ駆け降りて、怪訝な顔をする母親にはめき立てた。母ちゃん、夕べお化け見た。ウズガーさんのとこでお化け見た。母親の顔がはっきりこわばった。何？あんたら、見たの？ギヤギヤ言うから猫だと思って追っ払いに行ったら、おかっぱで裸の。言うな。母親の剣幕に俺たちはびっくりして固まった。母親は濡れた手で兄ちゃんと俺に平手打ちを食らわせると。父ちゃんのところに行け。と怒鳴った。もうわけがわからない。兄と俺は本気で泣きながら父親のところへ行って、まだ寝ていた父親を叩き起こすと、一部始終を話した。父親は難しい顔をして聞いていたが、最後に一言尋ねた。わい、お前、ウズガーさんのとこで、喋ったか？喋った。ケイは？喋ってない。そうか。と言うと、父親は俺に。待っていろ。と言い、兄だけ連れて部屋を出た。俺は一人でいるのが心底嫌だったが、去年死んだ校長先生に必死に祈っていた。他に身近で死んだ人を思いつかなかった。しばらくして父親が帰ってきた。兄はいない。わいはしばらく神の一等さんとこに行く。お前は川に行って、丸い石落としの数だけ拾ってこい。拾ったら帰りは振り向くな。家出てから文句ぐるまで喋ってもダメだ。俺は意味がわからないながらも、父親の言う通り丸い石をいくつか拾って帰った。ウズガーさんの方は見ないようにした。戻ると、ちょうど兄が母親の車に乗せられて、出かけていくところだった。兄は青い顔をしていた。石は家の中のいろいろなところに置いた。玄関、部屋の入り口、便所、風呂、台所とかだったと思う。最後はウズガーさんのところに連れて行かれて、ウズガーさんの前に最後の一つを置いて、思いっきりその石を踏まされた。俺はこれでおしまいだった。しばらく怖くて父親と一緒に寝ていたが、特に変わったこともなかった。神の一等さん家へ行かされた兄は大変だったらしい。神の一等さんは、いわゆる本家だ。未だに兄は詳しいことを教えてくれないが、毎日神様拝みをして、おみきを枕元にあげて、いとこと同じ部屋で寝ていたらしい。おみきは朝起きると黄色くなっていたという。いとこと言ってももう40近い人だった。必ず化粧ポーチを足元に、串を枕元に置いて、火曜の大祈りとみたいなものを毎朝叩いていたそうだ。帰ってきたのは10日後だった。兄はげっそりやつれていて、決してウズガーさんの方を見ようとしなかった。それからも餅をあげた後は、たまにギヤギヤが聞こえた。その度に俺は父親の部屋へ入り浸り、兄は正月を一等さん家で過ごすことになった。未だにあれが何なのかは教えてもらえない。皆さんも、石にべったり張り付くおかっぱの裸の子供を見たら、決して声を出さず多言しないことをおすすめする。というわけで、これから俺は一等さん家行きです。単に危うくしつつも、現世と隔絶した生活を送ってきます。一等さん家で聞いてみるけど、ギヤギヤに心当たりある人、情報をくれ。長文ごめん。ほんとごめん。一番シャレにならないのは、出かけてた間に集中が終わっていたことだ。さようなら俺の必修。一等さん家に行ったのは、先日ウズガーさんを俺が蹴っ飛ばしたから。酔っ払ってて、自転車から降りた瞬間よろけて蹴っちゃったんだよね。こりゃやばいと思って自主的に行きました。で、一等さん家行くなら同じだと思って書き込。結構反応良かったみたいで、良かったです。以下一等さん家で聞いてきたこと。神の一等さんは、神、地名の一等さん。ウズガーさんは氏神さん。旅の山伏かなんかを殺して埋めたとか言うけど、多分嘘だろうとのこと。ギヤギヤとウズガーさんは別。ウズガーさんは家の守り神、でもすごくよくたたるで、ギヤギヤ、一等さんたちはワロ、バロ、と言っていた、は、もっと良くないもの。何なのかは教えてもらえなかった。一等さんちのじいさんの弟も、昔見たらしい。
13歳で死んでいる。あの変なノリとは、カカカイオヤソ、ケカレカンガロ、ククってカシコン、カシコンデコモ、コモ、ミミコピー、意味不明。一等産地にもウズガーさんがあった。ウッガーさんと呼ばれていた。ギアギアは一等産地には出ない。枝、分家ばっかり、四五回くらい出たが、姿を見たのは前述のじいさんの弟と俺たち、あと近所の人。姿を語るといけないらしい。意外と早く帰ってこれたのは、今回は直接見たわけでも、ギアギアの前で喋ったわけでもないからだそうです。ただし、蹴っ飛ばしてウズガーさんを動かしちゃったのはまずかったそうで、しばらく家で神様拝みをして、ウズガーさんにもちと御兵をあげなさいとのこと。しかし謎だらけなので、某地方大で民族学やってる友達に聞いてみました。ウズガーさんは典型的な屋敷神だろう。正月に持ち上げるし、一般的によくたたるから。宇治神、内神の天下、鉛だろう。喋ってはいけない、振り向いてはいけないというのは葬式、しかも延べ送りの時の作法に似ている。瓦石を拾ってくるのは、お墓の周りに積んだりすることもある。乳幼児が亡くなった時、墓石を立てずに瓦石を積むこともある。年の数、というのが面白い。多分身代わりみたいな意味があるのでは。石を踏んだのは、踏むことに呪力があるとされるから。相撲と一緒。いとこは、多分姉妹の代わり。姉妹は兄弟に対して強力な呪力を持つとされる。妹の力。化粧道具特使もそう。血のつながった女であることが重要。だそうです。詳しくは概説書を読め、だそうで。結局謎が増えただけでした。そいでもって、ギアギアの要望についてですが、どうなんだろう。いいのかなこれ。大丈夫かな。不安なので間接表現で。まず、呪怨の子供に、ボサボサのおかっぱ面をかぶせます。で、もっと目を大きくして、ブニッと刺して、なんかポーって感じの顔にします。猫みたいにくったりさせて、ギアギア泣かせるとそんな感じ。あーでも、大丈夫かな俺。ダメだったら、また一等産地行きなわけですが。きっと誰も待ってないと思うけど、ここ以外に報告できるような場所もないので。一等産地を出て、都会でキャリアウーマンしてる、一等さんの長女に話を聞けました。大人がぼちぼち話してくれたのを、まとめた感じらしいです。つうか俺、こんなことしてると、そのうち死ぬんじゃねえのかな。以下報告。ギアギアは、ワロで白子だ。一等さんのさらに本家、山越えてた剣、今はもう死に耐えてるわ、神様拝みをする家で、白、より白っていうの?に松葉の人形を使っていた。でも実は気合の入った拝みをするときは、子供を城に使う。その子供は城用に産ませた子で、よくわからん儀式をした後で、父と娘か母と息子で産む。とにかくたくさん産んで、全員まとめて奥座敷、でかい座敷牢のようなものではないかとのこと、で育てる。城ごと同時に、指定もしくは敬米で、祭と呼ばれる子供を産むこともたまにある。祭は枝、分家に里子に出される。白子は大抵から子、いわゆる障害者ではとのことで、一回きりの使い捨てだ。使ったら石、ウズガーさん、って殴り殺す。同時に祭を戻して神様拝みをさせ、遠くの村に嫁、婿にやる。本家が潰れてから、明治半ばくらいらしい、枝で一番古かった神の一等産地が本家になったが、神では作法を知らなかったので、ワロを使った神様拝みはしなかった。ワロの沈め方だけどうにか知っていた。嘘くさい、すげえ嘘くさい、電気モノホラーゲームの設定みたい。けど、背筋が凍るほど怖いのは俺だけですか?そんなわけで、最近左右の目で見え方が変わってきている俺でした。明日眼科行ってきます。石踏み、相撲と一緒というのは、四股のこと。蛇払い。ワロはわらべで、わらし、それがなまったか短く詰まったか。白子は白子、代わりではなく入れ物の型の意味だろう。白子の作り方は紙作りをもしているようだ。単純に血統を重んじているだけかもしれないが、その後殺していることから、紙下ろしというよりも蛇を取り込んで封印、滅しているのかもしれない。神聖な白子自身を封印結界としているのか。まあ厄介な言われや神だとしか。地震大国で石動いたらアウトの神様なんて廃れてるはずなんだがな。後半のグロ起源も喪失した総本家に役をかぶせてる印象。
単に邪神信仰というより口べらしのわらべ塚に思えなくもないが、石自体がギアギアの親に転換されてる節もある。どうせたたられて早死にするなら言う、地名を晒しちゃいなよ。ソースや本家もみんな炎上、みんな不幸で縁組不能、血筋耐えてお手軽発球ね。いや。おい、去年死んだ校長先生に必死に祈っていた、わら、ならまだわかるけど、去年死んだ校長先生、わら、は失礼だろ。みんなはフリーマーケットに行ったことはあるだろうか？場所代数千円で、俺みたいな一般人でも気軽に不要品を売りさばけるありがたいサービスなんだが、意外と値切りが多くてメルカリみたいに稼げないケースも多い。ただ、メリットとしてはパンパンに古着が詰まった45リットルのゴミ袋が10個あったとすれば、配送手続きとかメールでのやり取りとか省略して、その場で相手に売れることだ。その代わり、これも買うからこれもうちょっと安くしてなんて現物が目の前にある分、値切り交渉が頻繁だった。まあ、こっちとしてはその場でゴミをプラスの収支で終えられる分、正直タダで譲ってあげてもいいんだが、場所代とご飯代くらいは稼ぎたいと思ってそれなりに交渉を続けていた。あらかた荷造りしてきた出品物が履けてきたところで、俺もどんな掘り出し物があるのかと、若干ウキウキしながらマーケットを散策することにした。俺みたいに衣服の処分を目的に来た売り主が多い中、手作りのアクセサリーやら小物のインテリアなんかが売られてたから、見物するだけでも楽しめる。そんな折、俺は一つのぬいぐるみに目を留めた。某人気海賊漫画のマスコット的存在のぬいぐるみだが、結構小綺麗、というより新品と見まがうほどに汚れ一つない毛並みだったことから、手に取って感触を確かめてみる。肌触りも良く、生地も潰れていない。値段を見ればたった500円と書かれていた。俺はすぐさま小銭入れを取り出すと、売り子のお姉さんに、すみません、これください、とぬいぐるみを掲げる。売り子のお姉さんが別方向を向いていたからすぐに気づかなかったが、振り返ってみれば頬骨が浮き出るほど痩せこけていて、今にも飛び出そうな大きな目玉をギョロリと俺に向けた。正直なところ、うわ、なんかヤバそう。ヤンデレか？なんて思ったが、もちろん口にするわけがない。お姉さんは白く細い骨と皮だけの腕で、俺からチョンパーのぬいぐるみを受け取ると、値札を剥がしてくれた。500円になります。あ、はい。聞き取れないような蚊がなく声色だったが、俺は慌てて500円玉をお姉さんに手渡してチョンパーを受け取ると、軽く会釈してその場を離れる。少し進んだ先で振り返ってみれば、お姉さんが俺を凝視していたので、俺はそそくさと自分の売り場に戻ることにした。変わった人だったが状態のいいチョンパーのぬいぐるみが手に入ったので、俺は気を取り直して残りの古着を売るために荷物を積み込んできた車に向かい、チョンパーと交換するように古着の袋を引きずり下ろす。それから数時間かけて、なんとか古着の7割を売ることができた。フリーマーケットといっても持ち込んだものが売れるのはほんの一握り。もちろん、思い入れのある品物を売るのだから、値段を下げたくない気持ちが売れない要因の一つなんだが、俺は古着に頓着がなかったから、極端に値切りされなければ交渉に応じて売り払っていた。その晩、小遣い程度に儲かった売り金でピザでも取ろうかなと、手前の品書きを眺めていると、ふと戦利品であるチョンパーが車に積んだままだと思い出し、車に取りに行った。しかし、ドアを開いた際に妙な視線を感じ、俺は振り返る。外はすっかり夜が深まった時間帯なため、振り返っても誰かいれば人影が確認できるかどうかというほど暗かったから、実際に誰かいても気づかなかっただろうが、簡単に確認した後、俺は気にせずにチョンパーを抱えて家に入る。晩飯はピザを取って済ませ、風呂も入ってあとは寝るだけになったんだが、やっぱりなんだか視線が気になって消灯した後に窓から外を確認してみれば、何やら黒い影が動いたように思えた。ただ、一瞬の違和感を覚えた後は、いくら待っても何も変化が起きなかったから、俺は諦めて寝ることにした。それからほぼ毎日俺はどこからか向けられる視線に悩まされる。日中は仕事なんだけど、自宅を出た時とか通勤中の屋外とかでも感じることがあったが、特に感じたのは帰宅後と夜の間で、視線が背中に集中しているみたいでムズがゆくなった。
そんな悶々とする日々を送っていたある日、寝転んだ際にソファー脇に置いていたチョンパーのぬいぐるみを蹴飛ばして、チョンパーは無残にも床を2点3点と跳ねた後に壁にぶつかる。俺は、あ、チョンパー、なんて慌てて駆け寄って頭を撫でてやったんだが、そういえば今蹴った時に硬い感触があったことに気がついて、ぬいぐるみの体を指圧するように確かめた。ふにふにとした食感を確かめていくが、特別異物が入っている感じはない。蹄の部分は多少硬い素材だったが、さすがに小さすぎて中には素材以外何もないだろう。そう思ってなんとなく帽子をグニーッと思い切り押しつぶしてみると、明らかな固形物とおぼしき感触に接触してしまった。え？もう一度押してみるが、やっぱり5センチ四方の塊が帽子の中に入っているようで、俺は縦や横から指圧で確認してその形状を確かめたが、どうにも指輪ケースほどの大きさだとわかった。帽子とチョンパーの頭は丁寧に縫い合わせている作りなので、俺は早速ハサミを使ってその接合部を丁寧に切断していく。不器用な俺は10分くらいかけて縫合を解くことができ、帽子の脱着を実現させた。さて、何が入っているのかと帽子をひっくり返してみれば、大量の綿の中に指輪ケース台の入れ物があったので、テーブルの上に取り出す。ぬいぐるみの中に謎のケース。明らかに人為的なものだ。よく見れば、帽子と頭の縫合も素人目にはよくできているが、本体の縫合痕と比較すれば製造過程のものと異なることがわかる。となれば、あの時の売り子のお姉さんが仕込んだものだろうか。俺は考えても仕方がないと思い至り、ケースの開封口を指で弾き、中を確かめることにした。開封してあぜん。俺は開封したことに後悔した。中には大量の爪と髪の毛が詰まっていた。ケースの詰め物として敷かれた綿には黒く変色した血痕が生々しく残っている。うわぁ。生理的に受け付けないと体が拒否反応を示したとき、俺は霊の視線を感じた。またあの視線を感じたことで、俺はケースそっちのけで電気を消してカーテンの隙間から外を覗き見る。今日に限って俺は塀の影から窓を見上げる人影を見つけてしまい、ぎゅっと喉を締め上げられた気分に陥った。俺が叫び声を出したい心境を抑え込んで、人影の特徴を確認しようとじっと観察を続けていれば、その人影がどうにも売り子のお姉さんに似ているように思えてならない。そして俺はハッとして机の上に置かれたままのケースを見やる。もしやと思い、投函されてたまりにたまったチラシを敷き、その上にいやいやながらケースの中身をぶちまけた。そうすると爪と髪の毛の束が散乱した後、残った綿の詰め物を引っぺがせば、その下から黒いプラスチックの小道具が出てきたのだ。そう、それは明らかな小型 GPS。つまり、あのお姉さんはわざわざ GPS と爪と髪の毛をケースに詰め、さらにそのケースをチョンパーの帽子の中に隠し、それをフリーマーケットで売っていたことになる。翌日、俺はその異物をゴミ袋にまとめて封印し、不燃ゴミの日まで玄関土間の脇に置きっぱなしにして、チョンパーはその日のうちに可燃ゴミとして出荷した。ああ、チョンパー、さようなら。今頃ゴミ収集車に運ばれてることだろうなと思い、別れの言葉をつぶやいていたら、仕事中の同僚から。え？何突然？と笑われたのは別の話。俺は霊のお姉さんに自宅を知られていることから、週に何度かはホテルで寝泊まりして、ケース発見から約2週間後には引っ越しを済ませた。運がいいことに引っ越し先にはお姉さんが現れなかったから、GPS の処分が効いたのだろうと思い、ようやく安堵できた。お姉さんの目的こそわからなかったが、今回はこの程度で済んでよかった。フリーマーケットに限らないことだが、中古品はこういったこともあるのだと痛い勉強台になった。それなのに俺は、今でもアプリのフリーマーケットやアマゾンでも中古を買い漁っているので、この出来事を思い出しては気を引き締めている。あれは私が大学生の頃の話です。当時は郊外の安いアパートで一人暮らしをしていました。最寄り駅から自宅に向かう道にこじんまりとした公園があるんですが、ある日、少し日が傾き始めた時間帯にその公園を横切った際に、不思議と目に留まる子供がいたのです。なぜ目についたのかはわかりません。格好は無地で簡素なものでしたが、私が見た時は砂場にしゃがみ込んで、まるですすり泣いているようにも見えました。
しかし、泣いている割には声が聞こえなかったので、子供が何をしているのか少し気になったのが始まりでした。公園には出入り口が2カ所あり、私は公園に侵入するともう一つの出入り口に向けて歩き出します。向こうの出入り口からならば子供の正面が見えるので、子供が泣いていたら助けに、子供がただ砂場で遊んでいるだけならそのまま公園を出ようと考えたのです。そして、反対側の出入り口にやってきた私は、ちらりと子供を見やりますが、すぐに後悔しました。遠目といっても私と子供の距離はだいたい3メートル程度。正面に回った私は、子供が昆虫をむしゃむしゃと食べているのを目撃してしまったのです。まるで料理を頬張る食いしん坊のように、両手にカマキリやバッタみたいな昆虫をつかみ、むしゃむしゃと咀嚼していました。さらに、子供の足元には自分で捕まえたのか、昆虫がわんさか入れられた虫かごが置かれていました。寄生虫とかやばいだろとか思いましたが、正気のない真っ黒な子供の焦点の合わさっていない目を見て、注意する気が引けました。こういうのは本来良くないのでしょうが、この子供に関わるのはやばいと私の本能が告げていたのです。私は足早に退散するように公園を抜けると、ちょっと汗が吹き出して知らず知らずに緊張していたのか、息を整えるためにふーっと息を吐き出しました。あの公園の前を通るのはしばらく控えておこう、私はそう決めました。しかし、翌日の帰り、私が帰り道を一本ずらして住宅街を歩いていたところ、どうしてか昨日の子供が路肩のちょっとした広いスペースに、しゃがみ込んでいるのを発見しました。昨日見た子供通り二つの格好だったからか、すぐにわかりました。こういう時に限って人通りも車通りもないのが恨めしく思います。私は道を一本ずらして迂回するか悩みましたが、この時は反対側の歩道を歩くことで対処できた気になっていました。しかし、子供を追い越す際、どうしても子供が気になってしまい、目の前にあったカーブミラーを見上げたところ、鏡の中にはやっぱり昆虫を食べている子供の姿がありました。思わず確認するように振り返れば、昨日と同じように虫かごから昆虫を取り出して、両手で頬張る姿があってゾッとしました。私はすぐに視線をそらしてその場から走り去ると、自宅で、何あれ、やばいでしょ、と頭をかきました。昆虫食の理解はありますが、あの子供はどう考えてもそこら辺の虫を捕まえて食べている。そんな人間が正常であるはずがないと思いました。翌日、私はバスを使うことにしました。最寄りのバス停はほんの少し自宅を過ぎるので普段は利用していませんでしたが、あの子供と関わり合いになりたくなかったので、やむを得ず久しぶりに利用しました。夕方、バス停で降りてしばらく進むと、住宅街に入る手前の角地に広い駐車場を構えた住宅があります。そこには大きな車が駐車されていたと記憶していましたが、今日はあいにくと車は駐車されておらず、その代わりといったように例の子供が背中を向けてしゃがみ込んでいました。は?思わず発した声が思いのほか大きかったので瞬時に口を塞ぎました。幸い、子供は私に反応しませんでしたが、小刻みに肩を揺らしているところを見ると、また昆虫でも食べているのだろうと容易に想像がつきます。さすがに三度目となると少し慣れたように子供の後ろを黙って通り過ぎますが、どうしてこの子供は、毎度私の通り道に出現するのか疑問に思いました。まさかストーカー?子供が?そんな思いを抱きながら私は横目でちらりと子供を見やると、子供は今日も豪快に昆虫を食べていました。そして、寄せばいいのに、この時の私はどうしてか余計な一言を言ってしまいます。気持ち悪い。私自身うっかりこぼしてしまった一言にびっくりしましたが、その瞬間、子供の咀嚼音がピタリと止まったかと思えば、首をぐりんと回してこっちを見てきたので、二度驚いてしまいました。というか、首がありえない角度に回っていたので、ずっと、と頭が混乱していました。まるで熊と遭遇したようにしばらくお互いが固まっていたのですが、子供がすっと立ち上がろうとしたところで、私は駆け足でその場を立ち去りました。それはもう全力疾走で走ったので、自宅に着いた時には体力が尽きて、玄関に倒れ込んでぜいぜい言いました。マジであの子供は何なんだろう。考えれば考えるほど訳がわからない子供のせいで、私は頭がこんがらがっていました。そのせいなのか、
その晩はあの子供が出てくる夢を見てしまい、一度深夜に飛び起きてしまいました。夢の内容は、自宅で私が寝ていると、どこからかバリバリといった音が聞こえるので、音の出どころを探すように夢の中の私が室内を歩き回るといったものです。夢の中の私が玄関を開けたところ、扉の向こうにはあの子供がいて、子供が漫画キャラクターのように口を縦に大きく開口したところで目が覚めました。気味の悪い夢。私はかなり発汗していたらしくシーツがびしょびしょでした。水分を取るために冷蔵庫に向かい、水をコップ一杯補給します。その時、どこからか。と音が聞こえてきたのです。反射的に身構えた私は、コップを置いて耳を傾けます。音の出どころを探ると、どうやら玄関側、まさに夢の再現をするように、玄関の外から聞こえていることに気づきました。ということは、このドアの向こうにはあの子供がいて、開けた瞬間に夢のように大きく口を開けて、そして、私はどうなるのだろう。そんな不安と恐怖が鳥肌を立たせるのですが、私の体は意志に反して引き寄せられるように玄関に向かって歩き出すのです。しかし、私がキッチンと玄関の段差でバランスを崩すと、突っ伏すような体勢で踏みとどまり、偶然視界にドアスコープが入り込みました。そうだ、ドアスコープから外を見れば平気かもしれない。段差を踏み違えたせいか、不思議と体が軽くなったはいいものの、私の衝動はすっかり好奇心に染まっていて、どうしても外が見たくなっていました。ドアを開けるのは怖い。でも、ドアスコープなら少し平気に思えたのです。私は息を殺してそっとドアスコープを覗いてみます。近くで聞けばあの子供が昆虫を咀嚼している音だと確信できました。そして、ドアスコープで玄関の外を見れば、やはり街灯に照らされた子供が私の自宅前にしゃがみ込んでいました。ドアスコープ越しにじっと見ていると、子供は咀嚼をやめたのか、すっと腰を上げると、ドアスコープを見上げます。しかし、逆光で子供の表情はわかりません。それとは関係なしに、ドッドッドッと自分の鼓動が脈打つのが聞こえました。おそらく、この子供の顔をちゃんと見たらいけない。そんなわかりきったことを何度も自分に言い聞かせますが、私はドアを開けてしまったのです。今にして思えば、この時の私はあの子供に取り憑かれていたのかもしれません。ドアを開けると、子供がこっちを向いて立っていました。互いに動かないまましばらく固まっていると、しびれを切らした私が、と声をかけようとした瞬間、子供の口がぐわっと広がって私に襲いかかってきました。私の頭を丸々飲み込めそうな大きさでした。そして、口の奥には暗いながらも無数の虫が寄り集まってうごめいていたのを見て、私は一瞬で気絶してしまいました。私が気がついたのは翌朝でした。同じアパートに住む女性がゴミ出しに出たところ、玄関を開きっぱなしにして仰向けに倒れている私を発見したそうです。最初は殺人事件でも起きたのかとそっと押しかけたそうですが、恐る恐る覗いたところ、私の胸が呼吸で膨らんだり、寝息が聞こえたことから生きていることがわかり、揺すって起こしてくれました。私は住民の女性にお礼を述べると、その場は昨夜飲みすぎて記憶がないとごまかしました。だって、昨夜の夢か現実かわからない子供の話をしても、キーな目で見られるだけだと思ったからです。そして、不思議なことにその日から子供を路上で見かけることはありませんでした。あの子供が何だったのかは今でもわかりませんが、以上が私が体験した、夢なのか現実なのかよくわからない話です。私は中学生の頃、全校生徒100人にも満たない田舎に住んでいました。あれは珍しく土砂降りの日のことで、舗装されていない砂利だらけの土の道を、泥を跳ね上げながら走っていました。私が峠校に利用しているバスは、およそ1時間に1本通るか通らないかの頻度で、私は今、帰宅するために学校を飛び出し、雨の中を走り抜けバス停へと向かっているのです。ほとんど板張りの骨組みと壁、そしてトタンなのか判別できない土色の屋根。錆びついた3人掛けのベンチが一脚置いてあるだけの廃れた小屋のような建物の前に、年季の入った時刻表を携えた標識が構えています。私は、そんなガラクタのようなバス停に駆け込みました。
雨天の予報はなかったのに、と悪態づきながら濡れたスカートを絞り、ハンカチで雨粒を拭き取っていると、ベンチの脇、建物内のちょうど隅のところに、随分と正気を感じさせない男の子が佇んでいることに気づき、思わずわっと肩を跳ねさせました。ちょっと失礼な反応をしてしまったので、君も雨宿り？急に雨が降ってきてまいるね、なんて世間話をするも、男の子はうつむいたままうなずくだけです。きっと人見知りなのだろうと思い、私は気にしないように衣服の水を拭き取り、雨粒のカーテン越しに時刻表を見ます。この小屋の中には誰かが管理しているだろうシンプルな壁掛け時計が設置されていて、次のバスがおよそ50分後に来ることがわかり、落胆のため息が漏れました。あまりに長すぎる。当時はスマホや携帯ゲーム機なんてなかったので、私はベンチの端に座り、とりあえず宿題をこなすことに決めました。絶え間なく続く雨音の中に、途端屋根からこぼれるひときわ大きな雨音が定期的に弾けるたびに、私は少し不思議な気分になりました。見渡せば地平線の先に民家が見える程度には生活感があり、何十分に一度には自動車が泥を巻き上げながら通過していく程度には人気があります。にもかかわらず、私はどこか異世界に迷い込んだ疎外感と、道の高揚感に似た感覚を同時に咲かせていたのです。台風が上陸した夜中のテンション、それに近いでしょうか。少しだけ鼻歌混じりに宿題の問題を解いていると、ふと視線を感じて顔を上げました。わあ。そこにはついさっきまで隅にいたであろう男の子が、私の手が届く距離で佇んでいたのです。よくよく見れば、いくら田舎暮らしであろうとラフすぎる刺繍や装飾のない白地のランニングシャツ。薄い色の少しダボっとした短パン。そして、今時珍しい学生帽を目深にかぶり、視線を遮断しているように感じました。さらに注視してみれば、随分と泥まみれというか、全体的に薄汚れた格好をしていて、下駄を履いていました。いくらなんでも下駄はないだろうと思いながらも、私は微動だにしない男の子の学生帽のつばの下から覗き込むように上半身をかがめ、どんな顔をしているのかと内心好奇心に期待を弾ませ覗き見ようとします。お姉ちゃん、バス来たよ。え、あ、ほんとだ。もう少しで男の子の目が見えるという瞬間に、小説を棒読みで朗読するように、男の子が言葉を発すると、だらりとぶら下がった左手で傍らを指さしました。雨粒を弾く鉄の乗り物が、我が物顔で泥を押しのけ近づいてくるのが見え、私は男の子に小さくお礼を述べた後、散らかした荷物を片付け始めます。時計へ目を向ければ、すでに40分近く経過していたようで、進捗状況は悪いものの、いつの間にやらそんなに時間が経っていたことに驚きを隠せませんでした。バスが停車し、私は乗降口から乗り込み、すぐ脇の座席へ座ったのですが、男の子は乗車せずにただ立ちすくんだまま再びうつむいていました。君は乗らないの？男の子はうつむいたまま相槌を打ちます。次のバス、きっと1時間後だよ。男の子はただ相槌を返してくるだけです。不思議には思ったものの、本人が乗らないというのならどうしようもないので、運転手の男性に大丈夫ですと声をかけると、乗降口のドアが勢いよく音を立て閉じていき、私は男の子が気になり窓からバス停を見下ろします。え？私はドキッとした。今まで下を向いていた男の子が顔を上げようとしているのです。学生帽の下から徐々に解禁されていく顔のパーツに私は生唾を飲みます。小さな鼻を過ぎた鼻肺のあたりから何やら痛々しい傷跡が露見し始め、煮え切った魚のように真っ白な両目が私と見つめ合いました。その傷跡は火傷のようで、メロンの表面のように複雑な凹凸を刻み込んでいたのです。唖然とする私と見つめ合う男の子は、やがて口元をほころばせ、ひどく黄ばみボロボロに抜け落ちた歯を見せました。私の背が低いのか、それとも窓が高いのか、私の視界からはちょうど男の子の首から上が見えていて、ひときわその印象的な素顔に凄みを見せたのかもしれません。いくら驚いたとはいえ、あまり人の顔を見て顔をしかめるのも悪いと思い、私は頑張って真顔を取り繕うと男の子へ愛想笑いを送りました。すると、バスが発進したので、ここで男の子ともお別れだと思い、内心ほっと肩をなで下ろすのですが、ふと気づけば、
男の子の顔がいつまで経っても窓越しから離れないことに気づきました。バスに引き離されることなく、ただ私と一定の距離感にあり続ける男の子の顔、まさか走って追いかけているのかなんて思い、腰を上げて路面を覗けば男の子の体がありません。そう、男の子は生首状態で私の真横を一定速度で並走していたのです。目の前の男の子が異様の存在だと知ると途端に恐怖心が芽生え、腰が引けたように動かなくなり、私は唖然と口を開いたまま、いつまでも並走する男の子を眺めるほかできませんでした。そして、しばらく並走した後、男の子が大きく開口したかと思えば、真っ黒な口の中から小さな白い子供の顔が覗き、私に向かって何か告げるのです。もはや何が起きているのか理解できず、ただただ早く男の子が消えてくれることを祈り、私は目を閉じて必死に祈り続けました。しかし、大きな音にびっくりして目を開ければ、窓に大きく張り付いた男の子と、大きく開口した中から覗く別の子供の顔が窓ガラスに押し付けられていて、私は盛大に悲鳴を上げてしまいました。キャー。私の悲鳴にびっくりした運転手が若干ハンドル操作を狂わせたのか、少しだけ車体がぐらりと迂回するものの、すぐ直進し直し。どうかしましたか?とバックミラーを確認しながら声をかけてくれます。運転手の存在が私に冷静さを取り戻させてくれたのか、少しだけ安心し、再び窓を見てみれば何もいないことに戸惑い心揺るぎました。なんでもないです、すみません。私がそう言うと、運転手は少し苦笑しながら、まあ、退屈ですから眠くなりますよね。などと、私が居眠りして怖い夢でも見たのだろうと勘違いしていました。ただ、私もどう説明していいものかと思っていたので、恥ずかしそうにもう一度すみませんと謝るだけにとどめ、何もいない窓をただ見つめることしかできませんでした。その晩、私は風呂上がりにバス停で体験したことを父に話しました。最初は白昼夢だろうと笑って聞いていた父でしたが、次第に神妙な顔つきになり、ポンと思い出したかのように人差し指を立ててこう言いました。そういえば親父から聞いたことあるんだけど、あのバス停が立つ一帯で空襲があったそうだ。その時何人か子供が犠牲になったって聞いたから、もしかしたら本当にそのお化けだったりしてな、ははは。父はお化けがいたら会ってみたいというようなお気楽な性格なので、楽しそうに語らっていました。父に言われて思い返せば、確かにあの男の子の格好は、学生帽からして戦時中の学生だったのかもしれません。ただ、私が見た男の子がそのお化けだとして、バスに並走したり、口の中から他の子供の顔が覗いてきたり、挙句何かを口ずさんでいたのは何だったのでしょう。その男の子のいたずらでただ私を驚かしただけだといいのですが、何か重要なことを伝えようとしていたとすれば、窓ガラスを叩きつけてきた様子からあまり好ましいものではなさそうです。その日以来、あのバス停を活用する際はなるべく一人で近寄らず、友達と訪れるように心がけています。土砂降りの時はトラウマが蘇るので、母に連絡して車で迎えに来てもらうか、最悪、歩いて一本先にあるバス停へ向かいました。なので、中学を卒業するまで男の子と遭遇することはなかったし、卒業後は近寄ることさえなかったので、私の体験はそれ以上進展がありません。これからの人生あの男の子に遭遇しないよう、ただ願うばかりです。ご視聴ありがとうございました。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。